リルケが書いておりますが、現代人というものはもうドラマティックな死ができなくなってしまった。病院の一室で、一つの細胞の中の蜂が死ぬように、死んでいくと、いうようなことをどっかで書いていたように記憶しますが、うん、今現代の死は病気にしろあるいは交通事故にしろ、何らのドラマがない、英雄的な死というものもない時代に我々生きております。それにつけて思い出しますのは、18世紀頃に書かれた「葉隠」という本で、武士道とは死ぬことと見つけたりというんで有名になった本ですが、この時代もやっぱり今と似ていた。でもう戦国の夢は覚めて、武士は普段から 武道の鍛錬はいたしますが、なかなか生々のことでは戦場の華々しい死なんてものはなくなってしまった。でその中で、汚職もあれば斜陽族もあり、今で言えばこのアイビー族みたいなのも侍の間に出てきた時代でした。その中で葉隠の著者は、いつでもその武士というものは一致か八致かの選択の時には死ぬ方を先に選ばなきゃいけないということを口を酸っぱくして説きましたけれども、著者自身は長生きして畳の上で死ぬのであります。でそういうふうに武士でもあっても結局死ぬチャンスがつかめないで、死ということを心の中に描きながら生きていった。しかし今の我々は死を描きながら生きているのかどうか、それさえ疑問であります。で私の死との一番親しかった時代は戦争中で、戦争が済んだ時20歳だったので、10代の私どもは、いつ死ぬか、いつどうやって死ぬかということだけしか頭の中にない、そういう中で、20代まで行ったのでありますが、それを考えますと今の青年にはそれはスリルを求めることもありましょう。あるいはいつ死ぬかという恐怖もないではないでしょうが、死が生の前提になっているという緊張した状態にはない。そういうことで、仕事をやっていますときに、なんか生の倦怠といいますか、ただ人間が自分のために生きようというところだけには卑しいものを感じてくるのは当然だと思うのであります。それで、人間の生命というものは不思議なもんで、自分のためだけに生きて自分のためだけに死ぬというほど人間は強くないんです。というのは人間は何か理想なり、何かのためということを考えているんで、生きるのも自分のためだけに生きることにはすぐ飽きてしまう。すると死ぬのも何かのためということが必ず出てくる。それが昔言われた大義というものです。そして大義のために死ぬっていうことが人間の最も華々しい、あるいは英雄的な、あるいは立派な死に方だというふうに考えられている。しかし今は大義がない。これは民主主義の政治形態というものは大義なんてものいらない政治形態ですから当然なんですが、それでも心の中に自分を超える価値が認められなければ、生きていることすら無意味、ことすら無意味になるというような心理状態がないわけではない。ことに私自分に帰って考えてみますと、死を、いつか来るんだと、それも決して遠くない将来に来るんだというふうに考えていた時の心理状態は今に比べて幸福だったんです。それは実に不思議なことですが、記憶の中で美しく見えるだけでなく、人間はそういう時に妙に幸福になる。そして、今我々が求めている幸福というものは生きる幸福であり、そして生きるということは あるいは家庭の幸福であり、あるいはレジャーの幸福であり、楽しみでありましょうが、しかしあんな自分が死ぬと決まっている人間の幸福というものは今ちょっとないんじゃないか。そういうことを考えて、死というものはじゃあお前恐れないのか。それは私は病気になれば死を恐れます。それからがんになるのも一番嫌で、考えるのに恐ろしい。それだけになんか、もっと名誉のある、もっと何かのためになる死に方をしたいと思いながらも、結局葉隠の著者のように生まれてきた時代が悪くて、一生そういうことを思い暮らしながら畳の上で死ぬことになるだろうと思います。